ストライク。オッケー。はい、ということで、キャッチャー山倉知ってますか？山倉世代です。山倉村田、あ、ジャイアンツファンです。はい。でですね、ほのぼの林道の番外編のですねコメントを返していきたいと思います。前回パート2のコメント返すときに、なんか余計なことばっかりやって一部の方から、怖いよとかいただいたんで、今日はもう普通に真面目に返していきたいと思います。はい、ではいきますね。古いのからいきますか。はい、ちなみにですね、コメント数が8件いただいております。ありがとうございます。はい、それでは古いのからいきますよ。まずはキリコ、はるさん、楽しみすぎじゃない、羨ましいぞ。はい、せっかくのお休みなので楽しまなきゃ嘘です、遊ばなきゃ嘘です。はい、目いっぱい千葉県で遊ばせていただきました。羨ましいぞ、羨ましいでしょう。はい、キリコありがとうございました。次です。秋じいちゃん、すごいね春、すごいね春、怖くない？いや怖いよ。めちゃめちゃ怖いよ。怖いけど好奇心が勝る。この先どうなってんのかなっていうのが勝るから行くっていう感じですかね。はい、秋じいちゃんありがとうございました。次です。ゆうじみさん、なんか自然のパワーをたくさんもらえそうですね。まさにこういう洞窟なんかね、実はね、次の日帰ってきたら宝くじが当たんない、当たんない。あ、やめよう、また脱線しちゃいそう、このまま私。よしよし、はい、本当自然のパワーをもらえそうな、ああいうでも石とかってなんかなんだっけな、ストーンパワーとかってありますよね。はい、もらえてればいいんですけれども、はい、ありがとうございました、ゆうずみさん。ですね、次、金城守さん、山ビル怖い、山ビル見る、刺されたとこ。あ、立たないでもいいんだ。あ、でもだ、まだ汚いんだ、家。足なんだけどさ、見れるかな。わ、汚いよね。ちょっと足上げる、ここわかる、ここんとこ、こことあとどこだっけな、このね、ふくらはぎ、いけ、ここにあんの、ここに、見えない。はい、2箇所。はい、子供の昼っていうか、まだ血を吸う前、ちょっとしか吸ってないからまだちっちゃかった。はい、血吸われてたら、昔は人々が手掘りに飛んでるんです。あれかな、山ビルってなんだろうな、栃木県、私は最初栃木県の林道でやられたのね。あれ県によってとか標高なのかしらね、いるとこといないとこあるのかな。だってもう栃木県とかの林道行くと山ビル注意とか言って、なんかのおどろおどろしい山ビルの、あ、何、漫画みたいなのがこうあって、なんかもう恐ろしいよ、モンスター平田モンスター平田張りの怖さがある。昔は人々が手掘りトンネルを掘って行き来して、そうなん、そう、そのロマン、そうなのよ。なんかそういうのをじーっと見てるとさ、そういうか気持ち起こってくるわよね。私と一緒だ。ありがとうございました、金城守さん。
次です。いわきの703。寒。普通閉鎖されないの。ねえ。つかこれね、使ってるよね、これ。あのね、要は、その、随道のこっちでもこうで、ちゃんと道も通ってるし、廃道にはなってないから、道の一部なんですよね。だから、逆にこの、閉鎖されないの、危ない。どうなんでしょうね。もともとその、もし手掘りの随道っていうのは、弱いのか逆に強いのか、私もちょっと建築関係全然その辺分かんないんで、はい、ですね。はい、ありがとうございました。いわきの703。次はマルコさん。こんばんは。見た感じ粘土質のようだけど、何か機械で掘ったみたい。そう、粘土質ではないのよ、あれ。硬いのよ。だからあの模様はあれよね、機械のなんか銃なんかさ、掘削機かなんかで掘った感じよね。私もそうは思ってんだけどね。で、ヒルというと、なんて映画だったか、たくさんのヒルが人間の皮膚を食い破って体内にうーんやんやんやん、続きを読む、ガクブル、そんと、うわー、うわあ、無理無理無理、あ、無理。あのヒルの口って見たことあります？ヒルの口ってめちゃめちゃ怖いのよ。つうかすごいのよ、あれ。あれこうなんかさ、こんななって、こんななって移動するけど、口がこう、丸いっていうか、こんななってさ、なんかこう、なんて言うんだろうな、椎茸の裏、椎茸の裏みたいな、こうなんかあれでグッて食いついて、ちなみに痛みないんですよ。あれはヒルって頭良くて、食いつきました、そうするとまず噛みつくのに麻酔を体内から出すんです。麻酔をまず打ってから、それからガブッと、まあ、どういうふうに血を吸うんだか私も分かんないけど、まず麻酔を出して麻痺させてから吸うから、みんな分かんないので、私も最初吸われた時になんか違和感があったんだね。でもそれでもで、チラッて見たらもう血だらけ。ほんでつなぎの裾をめくってみたら、ふくらはぎのところにこんぐらいのヒルがさ、くっついてんだよ。もうね鳥肌もんよ、マジで。今回はこんなもんだったけど、今回もそう、なんかかいいなと思って、つなぎの上から触ったら、こう普通皮膚、足じゃんか、だけどこうなんかあんのよ、こうつなぎの上から触ってもこうなんかもこみたいな、うわこれもしかしてと思ったらヒルだった、もうやだ。はい、マルコさんありがとうございました。気をつけてくださいね、山は。次 TS79 さん。私のデリカではいけない。ちょっとここ幅がね、普通車ミラー畳めばいけるかもよ。わかんない。まあジムニーは、かな、わかんない。いけるなんつって言ってぶつけちゃったわよって言われたら、どこまでしかな。いけないいけないいけない、いけないです。はい、ぜひジムニー買ってください。ありがとうございました。TS79 さん、次もう一個 TS79 さん、はるさんすいません、自画像言う、いやいや不細工じゃないじゃん、綺麗な方よね、自画像、はいはい、わかりました。ね、まあこの辺は、まあこの件はね、まあいろいろと、すいませんはいらないです。本当にいろいろと、ありましたよね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いろいろな面で。また戻ったもんね。ね。あれ、これ戻、これそうだよね。前のと違うもんね。
全然いいじゃん、綺麗じゃんか。綺麗よ、綺麗よ綺麗。はい、まあじゃあこの件はね、もう、おしまいということで、じゃあとりあえず8件のコメント、はい、10分、これ私書くとなったら1日かかります、もう1個いっちゃおうかな次、とりあえずじゃあこれはこれでアップします。コメント欄閉じますんで、コメントできません。ありがとうございました。春でした。